パックでパンを表しているようになります。こちら社会の基盤というか、電子回路の基盤と社会の基盤、すごいね。全然見なかったよね。ね。これ面白いな。親からもうちょっとドンってやってほしかったな。まだまだなんかいっぱいできそうやね。これは何？ヤバスタがいたんで。結婚式場に行くんじゃないの？は？結婚式場にエアバスって書いてある。飛行機会社でしょこれ。飛行機のエアバス、炎を作る会社やね。エアバス、ほら炎の会社 A380 です。すごいね。エアバスっしょ。この子ら飛行機の格納庫あるやん。神戸操縦センターやってね。敷地あるやんこれ。土地がいっぱいあるやん。奥が結婚式場とか。一番奥。そう。こんなの初めて来たね。思ったより意外と小さかった。静かやな。静かやね。うるさいかな思ったけどね。後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいね、コメント、応援よろしくお願いいたします。また次の動画もお楽しみに。